イーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。 15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。ピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回の動画はですね、あの飯塚知恵プロによるレッスン動画でございます。はい、今日も来ました。今日も来ました。いつも楽しみにしております。はい、はい、今回はですね、たった1メートルのショートパッドを外してしまう、まあ、悔しい思いをしたことがある人に向けたレッスン動画になっております。はい、全員あるんじゃないでしょうかね、ゴルファーは。そうですね、はい、あります。私も今日外してきました。1メートル以内のショートパッド、わかる、はい、ね、ありますよみんな。はい、はい、でも今回の内容は、うん、そのショートパッドの成功率を 100% に近づける、そんな方法を教えてくださっております。はい、 99% じゃなくて 100% です。はい、かなり自信がかなり自信があります。あります。はい、やっぱね、最後ね、もう、うん、あとこれだけなのにっていう距離をさ、うん、ミスっちゃうとさ、うん、次のホールにも影響してきて、うん、かなり精神的ダメージあります、ね、こんなの外すはずないと思って打ってるんで、ね、こんな入んなかったらもうゴルフやめようかもね。いや本当にいつも言う、そういうこと言う人いるけど。そうそう、でも本当に外すよね。外す、引きずる、引きずるよね、はい、まあね、ちょっとね、みんな気になってると思うので、早速ね、はい、知恵先生の驚きの練習方法、はい、紹介していきたいと思います。見たい。はい、では見ていきましょう。はい、今回は1メートルパターンの講座、短い距離のパターンを成功率 100% に近づける方法をやっていきたいと思います。はい、今日は3つのポイントでお話ししていきたいと思います。まず一つ目のポイントは最小限ストロークです。最小限ストロークって、何だと思いますかね。皆さん1メートルのパターなのに10センチも15センチも上げる人とってもたくさんいるんですよね。15センチ、20センチ、30センチ上げちゃってこう緩んで打ってしまったりとか、ここからパンチ入ってしまったりとか、とってもスイング幅が大きい方が多いんですよね。で、1メートルっていうと5センチぐらいしか上げなくても届くんですよね。でなおかつ振り幅が小さいのでベースの向きが変わりづらいということで、最小限のテイクバックをおすすめしています。で、最小限のテイクバックにしたら、じゃあフォローはどうするのっていうことなんですが、同じです。テイクバックと同じだけの幅でいっていただければフェースが曲がりづらく、ターゲットに対してストロークしやすくなるので、ご自分の最小限のストロークを探してみてください。私で言うと5センチぐらいしか上げません。はい、皆さんもやってみてください。はい、続きまして2つ目、この2つ目なんですが、1つ目とちょっとつながってまして、この最小限のストロークをするのにあたって、手先だけで振ってしまうとなかなか最小限できないんですよ。なので2つ目、お腹で打ってください。お腹で打つのえみたいな感じですよね。お腹でどうやって打つかというと、これプロたちにどこで打ってますかって聞くと、お腹だったり背中、腹筋だったり背筋で打ってるよっていうふうに回答する方がとっても多いんですけども、これでも皆さん使い方わからないですよね。で、使い方全然全くわからないって方はクラブ3本持ってください。はい、お家にクラブある方は一緒にやってみてください。クラブを3本、男性の筋力ある方は5本ぐらい持ってそうでしたら持ってください。重いものを持つとより効果がわかります。たくさん取ってあげてストロークしてあげると、手先だけだと振れないんですよ。はい、なのでたくさん持ってあげて振ってみてください。これどういったことかというとですね、昔あの体育館の重いドア、皆さん開けたことを覚えてますかね。手先で開かないですよね。
重いし、なおかつ小学生だし小さいし、なので体目いっぱい使って開けますよね。その時に腹筋も足も使いますよね。こういった感覚に似ています。はい、もう大人になるとね、そういう感覚なかなか忘れちゃうかもしれないので、3本、重いものを、クラブを持っていただいてストロークしてあげます。そうすることによって腹筋や背筋を使わないとストロークできないよねっていう状況で、ストロークしていただければなと思います。はい、そして3つ目はですね、はい、ゴルフでとっても大事なリズムです。はい、この1メートルのパターされど1メートル、はい、リズムが狂ってしまうと入射角がバラバラになっちゃうのでズレが生じます。なのでここでパターのリズムを整えていきたいと思います。リズムの整え方は言葉に出して言葉と体を合わせていきます。アトリスが1、テイクバックが2、ダンスインフォローが3、こういった形ですね。1、2、3、はい、こういった形で、3つのポイント、最小限ストロークとお腹、腹筋や背筋で打つ、そしてリズムを整える、この3つのポイントをやっていただき、 1m のパターンを沈めてくださいね。はい、お疲れ様でした。した、はい、今回のショートパットの成功率を 100% に近づける方法、はい、いかがでしたでしょうか。いや、わかる無駄なね、うん、動きね、なんかこうやっぱしがちだよね、しがち、入れたくて、うん、ふんふんってなっちゃうよね、うん、まあでも転がるんでね、うんうんうん、そんなに大きく動かなくてもね、はい、なんでまあそういうところとか、うん、あとはリズムとかね、リズムだね、はい、やっぱりね知恵先生すごい的確なことをおっしゃってましたので、まあ、皆さんこれを実践すれば 100% に近づけられる、はい、と思いますので 100% です、ね、100% に近づける方法ですので、はい、本当、はい、ちゃんとね、はい、ちゃんとやって、はいはい、皆さんも実践してみてください。しましょう、はい、最後にですね、はい、リンゴルフの LINE アットが開設しましたので、はい、皆さんぜひ LINE アットの登録もお願いします。しまーす、はーい、チャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。します。次回の動画もお楽しみに。楽しみに。